7月3日第23回日本フットボールリーグ第15節、ピアティミエにとってホームでの6試合目が朝日ガスエナジー東インスタジアムで行われ、町内外から567人が観戦に訪れました。この時点でのビアティンの成績は4勝5敗4引き分けでリーグ11位。前節はアウェーで勝利を収め、今季初の連勝、そしてホームでの初勝利を目指します。そんなビアティンの今節の対戦相手はリーグ7位とビアティンの上を行くラインメール青森です。前半はビアティンボールでキックオフ。両チーム積極的な攻撃を見せると、序盤から互いに得点を奪いに行く激しい展開となります。すると12分、ビアティンはスローインからパスをつなぐと佐藤浩一選手がクロスを上げます。一度はクリアされますが、再びボールを奪うと菅野哲也選手がシュート。右足で放ったシュートが相手ディフェンダーの股を抜け、ゴールネットへ吸い込まれました。ビアティン、前半の早い時間帯に先制点を奪います。リードしたビアティンは18分、ゴールを決めた菅野選手がドリブルで駆け上がると、前線の酒井達磨選手へパスを出します。酒井選手がボールを運ぶと、最後はフリーの山藤健太選手が落ち着いてシュート。これが決まりました。ゴール前まで上がってきた山藤選手の技ありゴールでビアティンが2点目を挙げます。勢いに乗ったビアティンはその後も次々とシュートを放ち、攻撃を続けます。またピンチの場面では、キーパーの加藤大輝選手が好セーブを見せて青森に得点を与えません。そして43分には左サイドでボールをつなぐと、酒井選手がこの位置からシュートを放ちます。無回転のボールは惜しくもゴールポストに直撃、得点には至りませんでしたが、酒井選手の強烈な一撃で果敢に追加点を奪いに行きます。そして2対0で前半が終了。ビアティンはホーム初勝利に向けて2点リードで前半を折り返します。後半は青森ボールでキックオフ。後半に入るとハーフタイムで修正をしてきた青森に攻められる場面が増えます。しかしビアティンの堅いディフェンス陣がゴールを与えません。22分には2点目を決めた山藤選手とキャプテン塩谷仁選手に変え、井上城選手と野外と俊選手をピッチへ送ります。するとその直後のプレー、新たに入った2人がボールに絡むと右サイドへ展開します。池田直樹選手のクロスに酒井選手、井上選手が飛び込みますが、惜しくも間に合いませんでした。そして試合も終盤となった39分、こぼれ球を青森に拾われると前を向かれシュートを打たれます。これが決まり青森に1点差と迫られます。しかしこの失点に奮起したビアティンは青森の猛攻をしのぐと試合終了のホイッスル。実に昨年11月以来となるホームでの白星。ビアティンは青森に2対1で勝ち、応援に駆けつけたサポーターとともに待望の今季ホーム初勝利を手にしました。